皆さん、はじめましての方も、はじめましてじゃない方も、皆さん、今日、本当にありがとうございます。お集まりいただきありがとうございます。感極まってしまった。なんでかっていうと、ちょっと父親と母がいたんですよ。びっくりしちゃって、本当にバカ娘で、苦労して私を育ててくれたので、どこまでお前、やってくれるんだよって気持ちで何一つ報告してなかったのででも今日は見てもらえることが本当に嬉しいです誰もが寄って下は集まる場所、要は虎屋のみんなが集まって入り混じる。ここからこれとその隣は建物が違かったんですよ。ここで一つにしたんですよ、虎屋の。ここからまた違うもんだった。でこっちがゲストハウス、こっからがシェアハウス、これ入り混じって家族になろうよっていう話。あっち行ってるこっち行ってるしいいのよだからゲストハウスの人はこっちのシェアハウスの人と仲良くなれば遊びにも行けるし、逆にこのシェアハウスの人に会いたくてゲストハウスの人訪ねてくるかもしれないし、でもシェアハウスの人はゲストハウスの人と交流ができる、で近所の人も交流ができるってことはもう本当に入り混じってるんですよ。もうこれをキングサイズ、これ誰がキングサイズのものを作ったって、これ知らない人同士に寝るの嫌でしょっていうくらい、これ親方のおすすめのあれです。でもうどれも全て古いのよ。こういう風に絵が描いてあったり、うちは全部一切、なんだろう、新しいものはついてません。みんないらないところからいただいてきたり、なんだろう、解体されるところからいただいてきたものばかりです。で、こっちはこ、なんだ、二段ベッドか。まあ後で見てください、適当にこっちは桜だよ、桜が見えるのよ。要は向こうから桜が見えるから、桜の部屋はすごいと思う。これ虎屋の妹の桜がもう一人来るね。来た。ここはね、ギャラリーにしたり、なんだろう、本を置いたりいいかなって。だからこれさ、中建物ここ前だったから、向こう側だったんだ、向こうの壁があった、向こうの建物の壁で、この間になんかいっぱい落ちたけどさ、そんな感じだった。ここで、ここもだからそうで何もないけども、窓がついてた。ここにシェアハウスのここはコミュニティルームです。ちょっと長細いから、誰かの廊下ですかって。廊下じゃねえよ、ここコミュニティスペースだよって長いんです。3個ぶち抜いてるから、だからこういうふうに1個2個3個部屋があったんですよ。そっちから玄関になるんですけどね、それをぶち抜いてるからこうなってる、ね、ちょっとまだ汚いけどこれから綺麗ですから。桜が咲いて、ここから花見ができて、四季を感じて、みんなでお茶飲んだり笑ってるっていうのもうそれしか見えないな。すげえな。めっちゃいいとこだよ、ここ。めっちゃいいとこって自分で言っちゃいけないな。シェアハウスの人のお風呂とトイレが使われてる。ちょっとこのね、壁紙、頻繁間違えたらこれ貼って貼られてました。これ全部説明されてる。これがシャワー室のトイレと。で、虎屋は小便器保存会とかっていうよくわからない人から連絡が来て、多分自分たちで立ち上げてるだけだと思うんですけど、その方がどうしても小便器をつけてほしいと。で、何が何でもその女のあの座る便座だけじゃなくて小便器をつけてくださいということで、うちの虎屋は小便器ついてます。前見たもんねって言っちゃいけないんだよって、一回取材に来てるってことがバレちゃったのね以上ですよ。これ後で見てください。みんなボランティアの人もほらこうあったって来てくれんだよ。この人だって飯山とかから来るんじゃないかな。マイクロソフトのさっきの人とか DIY もやったり。この家本当にみんなが床張った床もこれね、友達とかみんなボランティアの人が張った。でうちの大工さんのすごいところ、全員に教えんの。普通自分でやった方が早いんだよ。早いんだけど手間暇かけて教えてくれるんですよ。こうやって貼れ、あれ持ってこい、これ持ってこい、ここはこういう風に切るんだよとかね、全部教えてくれる。窓ガラスの入れ方も教えてくれます。窓はガラスが割れたらこの窓あれするんじゃなくて自分たち入れることできるかって、それも教えてくれる。網戸の貼り方、まあ普通だけ教えてくれるし、逆に何度断熱材の入れ方から壁の貼り方まで教えてくれてた。それ好きな人は来るんですよ、だから結構みんなで作り上げて、大工さんのまあメインだけどみんなが作り上げてくれてる。でお掃除もしてくれて、でこの人口が悪いんだけどさ、今も来いって言ってんだけど外で作業してて来ないんだよ親方です。
毎日喧嘩してるけど面白いです。ああだあだ、次そんなのいらねえって言って、俺がいるんだと思う、私が生活するんだと思う。そんな感じ。面白いです。この中でぜひやってください。それを花えて支えてくれてるのがこの花さん、早川さん、大工さん、この方で。こんにちは。あ、こんにちは。長野インターネット局と申します、はい。ありがとうございます。ちょっと取材させてもらいたいんですけども、うん、ここは長野県の上山田町。はい、なぜここへこういったトラヤをやろうと思ったんですか。ああ、これね、ちょっと皆さんのアドバイスもあったんですけど、はい、私こういう性格じゃないですか。で結局こういう性格だから、のりちゃんは山とかああいうところの自然の中にいて受け入れてる人ではないと、人を待ち受けてる人ではないと。はい、やっぱりこう賑やかなところの温泉街とか、うん、人が行き交う場所で寄ってけよって、うん、話してけよって、風呂入ってけ。神山の温泉いいとこだよって、そういうところにいるのがのりちゃんだって言われて、それで結局うち、ここに来たんです。まあ、トラヤというとなんか清水さん自身がトラさんかなと思ったんですけど、うん、そうじゃなくて今の話を聞いてると、さっきね、こっちの人いたもんね、そうです、みんなです、みんながっていう話を聞いたんですけど、その辺さらにちょっとなんか一言をね。ああ、結局だからみんながっていうのは、はい、結局さ、みんなさ、私トラさん好きじゃないよとかさ、ね、あの破天荒は何だかって言ってるけど、まあ、破天荒なことしないにしたって、うん、トラさんってやっぱり優しさで愛が溢れてるんです、懐がでかいんですよ、うん、ってことはイコールみんな違うって言っててもみんなトラさんなんだよ、うん、だから結局それはみんなが、だから本当に今日だって来てくれるだけでトラさんだからね、私のことを気にかけてくれて思ってくれて来てくるわけじゃない、そうするとトラさんよ、あなたも、ってことはみんながトラさんの、清水さんもトラさんですか、ね、私はトラさん、まあでもどうなんだろうね、トラさん大好きって言ってるのが一番好きかな。自分がトラさんなんてまだまだおこがましいです。もうみんなに助けられて生きてるんで。まあ、みんなの協力によって、まあ、プレイオープンということなんですけども、ね、今後どんな風に展開していこうと思ってるんでしょうか。そうですね。ここはやっぱりグランドオープンを迎えて、だからさっき言ったように旅人と住人、シェアハウスの住人、そして地域の人、みんなが行き交う場所。で何かあったらトラヤにおいで、私がいるんじゃなくてみんながいるから。なるほど。おかえりって迎えるからね、うん、ただいまって帰っておいでって、それがトラヤです。おかえりって迎えるのは清水さん自身だけではなくて、じゃない、ない、そういうこと、そう、みんながトラさんだから、もしかしたら近所のおばちゃんがおかえりって言ってるかもしれないしね。なるほど、うん、ぜひ希望に向かって頑張っていただきたいと思います、はいはい、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます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 。これ一緒、I have you って言えるのね。あ、マロンだ。じゃあ、インターネットテレビだけに、なんか独占で何一言それは結構だ、これこれだよ、うちの息子が書いてくれたんだけど、あ、でもさ、こう生きてる、そりゃってこういう横に行っちゃうのがね、うちの息子だよね。あ、これうちのトラマサって、トラさんの名前付けつの、はいはい、この人やっぱりね、そこまで好きなんだ、好き、うちの息子が、そう大好き、だからトラさんのはいはい、トラノっていう字をあれにした、そう、トラマサ、いただきまして、本当はトラジロってつけたかったんだけど親に猫見てたからやめろって言われて、なるほど、そう、だからね、トラさんが大好きなんですよ。ありがとうね。いや、めっちゃ嬉しいわ。今のカメラはね、そんなにぶれないから大丈夫だよ。綺麗だと思います。いろいろとさ、本当に応援していただいて本当にありがとうございます。ありがとう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 。
よ。よくわからないんだけど。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。違うでしょ。中まで渡すんだよ。ね。ありがとうございます。ありがとうございます。これ渡す。やった。いた。あげてるふり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 。あげてる。逆逆これはもう本当こっちだよ。分かった分かった。じゃあ、あげてる。一言、最後聞き忘れたことあったんですけど、最後聞き忘れたことありましたんで、ちょっと聞きたいんですけど、トラさんを好きになった理由、いつ頃からトラさんがいいなと。確かに15、6の頃だと思うんですけど、そんで結局なんだろう、映画を見て、うわー、こんなはちゃめちゃなのに、なんでこの人のところにこんなに人が集まるんだろう、なんでこんなに愛されてるんだろう、で破天荒なのにみんながトラちゃんトラちゃん、トラさんどこにいる、トラさん帰ってきたよって、こんな人どんな人なんだろうと思ったら、映画を見ることによって結局人の義理人情を大切にしたりとか、人の温かさだね、懐のでかさだったり、そういったところに惚れてっていうこともおかしいな、もう憧れて、そこからきっかけですね。それは15、6だったと思うよ、確か高校生の時は。そう高校生の時もうね、この掛け守りっていうのが欲しくて、これ自分で作ってたの覚えてる。そうらしいです。そうこれ作ってたの覚えてるんで、自分でね、高校生の時に。でね、先ほどほらこれ訪れる人がみんなトラさんだっていうお話、言ってた言ってた、トラさんがなれる条件っていうのは何なんですか。条件ない。ない。ない。相手を思ったりって誰でもある人もいるし、逆に何だろう、優しさって誰でも思ってるもの、それが大きかろうが小さかろうが関係ない、このくらいになんなければトラさんじゃなきゃいけないなんてないと思う。これに来ればみんなトラさんになれると。そういうことです。そういうことですね。うん、そうです。じゃあ最後になんかちょっとアピールお願いします。アピールはないよ、もうみんなが来たら楽しいんじゃない、で笑ってみんなでガハガハ笑ってさ、なんか食べたり飲んだりしてさ、そんでさ、なんだろう、生きてるって最高だなって、ちょっとでもこの瞬間があるんだったら、それがトラヤです。なんだろうな、もうね、言葉にできないってこういうこと言うんだろうなって。だからね、もうぜひ足を運んでもらったり、泊まってもらったりして、逆に住人になってもらったり、イベントの時に来てもらうとね、ああこれがトラヤなんだなってのを分かってもらえれば、それが私は嬉しいかな。トラさんになりたかったらトラヤに来い。トラさんになりたかったらトラヤに来いじゃない、トラさんになっちゃうんだろうな。そうなりたくなんかないよ、みんな多分ね、そんなにね、なっちゃうんだと思う。人のことをおせっかいしたくなったり、助けたくなったり、応援したくなったりして、みんななってっちゃうんだろうね。それがトラヤです。清水さんもその花巻スタイル、今後はどんな予定なんでしょうか。これは普段は着たいけど着ないかな。そのまあイベントの時とか、ね、あ、マジで、はい、これ着てたらだって、まあ、全くやんだよ、夏なんかここ遊ぶでしょうね。あ、そうなんですか。ね、うん、でもね、着れる時は着たいなとは思ってます。まあでも冬バージョンと夏バージョン、ね、あ、いいね、それもね、色付きとかね、いいでね、考えていただいて、はい、ありがとうございます。ディスのスタイルを、はい、大事にしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。失礼しますと、なんか自分なんだろうね。ありがとうね、すいませんね、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。